プレミア4クラブ拒否、理由が納得すぎる件？プレミア4クラブから誘い全部断るとか、もうリーガでしかやりたくないんだろうね。まだ若いんだし色々挑戦してみてもいいとは思うが、どうしてもプレミア入らなのかね。弟とか考慮してるんじゃね。ソシエダに移籍決めたのも弟の環境も考慮してだろうから弟のこともあるんだろう。弟くんのことは実際わからんよな。久保が国外に移籍したらダメになるのか、久保がマドリー行きなら絶対大丈夫だろうけど。ただ弟くん調べたら来年9月に18歳になるみたいだから。もしそれが理由で止まってるんら来年排斥かもな。身内が理由ならどうしようもないな。今か何が起こっていたかはわからないが。そのうちインタビューとかで聞けるかなー。